どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、新イベントアウトオブポジションの各選手の前線消化ティアリストになっています。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。現時点で登場している13人を対象に評価を行っていきます。ミニリリースの選手については固定コメントで書いていく予定です。おそらくね、このイベントチーム2はないと思いますんで、合計でおそらく18人程度の評価が最終的になされるんじゃないかなと思ってます。これまで登場してきた各選手の評価については、ポジション別でティアリストというのを作成しておりますんで、気になる方はね、概要欄から見ていただけると嬉しいなと思っております。で、評価は SS ランクから D ランクまでの6段階ですね。 B ランク以上だったら、まあスカッとに入れてもいいかなというレベルで評価をしております。各選手の評価は PS5 版を含む次世代機版を想定して評価をしていくんですけれども、最終的に PS4 になったらこんな感じかなという評価もしていきたいなと思っております。では早速始めていきたいと思います。まずカンセロですね。ワークレートがハイミドからハイハイになっていまして、ポジションがね、右のサイドバックから CM になっています。大体ポジションは右のウィングバックと CDM ですね。能力なんですが、もともとのレート89もしくは88のカードの強さそのまんまに評価されているカードでして、まあ、特に癖はなく、使いこなせるカードなんじゃないかなと思っています。カンセロやっぱり使っててね、まあ、中盤で使いたいなと思えるカードですし、しっかりね、真ん中でボール持っててくれるかなと。まあ、身長もしっかり182センチありますんでね、存在感をかなり放ってくれるカードになるんじゃないかなと思ってますね。かなり、優秀だと思います。当たったら間違いなく使うでしょう。これは SS ランクでいいと思います。次にキエーザです。もともとは左のウィングのカードなんですけど、今回ね、右のウィング、あとトップ下のカードになっています。能力なんですが、非常に、優秀というか、もともとの強さ、これもね、そのまんまに強化されているカードでして、右のウィングの中では筆頭というか、セリエ A はね、全然右のウィングいないんで、セリエ A っていうね、縛りの中では間違いなくトップに入ってくるカードかなと思いますし、ちょっとね、加速タイプが爆発的なんで若干不安なところはあるんですけど、フォークつければ、加速タイプコントロール、まあ、控えめになりますんで、強いと思いますね。十分スタメンに入ってくるカードなんじゃないかなと思います。これは A ランクにしようと思います。次にダンフリースです。もともとは右のサイドバックのカードなんですけど、今回センターバックになっていまして、大体ポジションは CDM ですね。で、ワークレートもハイミドからミドハイに変わっています。能力なんですが、もともとの金カードに比べて確実にね、二回りぐらい強くなっているカードってことで非常に嬉しいかなと思いますけど、まあ、センターバックで使うにしてはちょっと守備意識きついかなって感じですね。で、中盤でもまあワンボラで使うのはきついんで、4231とか4222の2ボラで、まあ、自由に走り回らせるっていう感じの使い方になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった使い方っていう前提だったら非常に使いやすいと思っています。まあ、一番いいのはサイドバックだと思うんですけどね。まあ評価はそうですね、 A ランクでいいと思います。次にフォファナです。もともとは CDM の選手なんですけど、センターバックになっていまして、利き足がね、なぜか右から左になっています。で、大体ポジションは左のサイドバックと CDM ですね。まあ、なんで、もともと CDM できるんで、純粋な強化と言っていいんじゃないかなと思っています。能力なんですが、これもね、もともとのこのカードに比べて、守備意識8上がっているというところもありますし、非常に、強化されているカードになっていると思います。もともとね、リーグワンの中盤といえば、まあ、フォファナとか、あとはシソコとかっていう感じだったと思うんですけど、その立場がより格好になっている印象ですね。非常に優秀だと思います。まあ、中盤、まあ、センターバックで使うにしてはちょっと守備意識、やっぱり気になるかなと思いますけど、まあ、中盤でね、同じコートジボワールのフォファナとね、あと、ケシエでね、合わせたりすると、めちゃめちゃ強いんじゃないかなと思っています。アジリティとフィジカルの影響で、もともと加速タイプが長いになっているところもあって、ケミストリースタイルもまあ実質付け放題というところを考えると、非常に自由度の高いカードなんじゃないかなと思います。これは S ランクにしようと思います。次にフレッチです。もともとは CM の選手だったんですけど、今回ね、左のウィングと CF の選手になっています。役割意識とかスキル激足は変わらずっていう状況ですね。で、能力なんですが、このカードですね、もともとのカードからガラッと能力バランスが変わっています。まず守備が落ちています。で、その代わりに他のステータスが全部上がっているって感じなんですけど、まあ、結果的にちょっとね、良さを失っているかなっていう感じですね。まあ、ドリブルの数値が純粋に上がってるのは嬉しいんですけど、まあ、決定力低いし、あとクロスもできないから別に今ウィングで使う理由もそんなにないし、まあ、スタミナがあるのが嬉しいんですけど、まあ、そこまでやっぱ守備が高くないんで、なんか運用がめっちゃ難しいんじゃないかなと思ってますね。まあ、マンチェスターユナイテッドってことで、ある程度値段はつくと思いますけど、まあ、そこまで結果的に使われることはないカードに
なるんじゃないかなとは思ってます。まあペースも高いしドリブルもしやすいところで、まあ、全く使えなくはないって話だと思っていますんで、まあ B ランクぐらいでいいんじゃないかなとは思ってます。次にテオエルナンデスです。このカードもね、元々からかなり変わっていまして、左サイドバックだったんですけど、左のウィングと右のウィングと ST っていうね、非常に特殊なカードになっています。でスキルムーブ逆足がね、3-3から3-4に変わっています。能力なんですが、もうこれもね、ガラッと元々のカードから変わった、まあ、もしくはまあ変わってしまったっていうカードなんですけど、まあサイドバックとして使うことはかなり厳しくて、まあ、前線で使うしかないかなっていうカードになっていますと。まあペースがめちゃめちゃあって、シュート力もあって、冷静さもそれなりっていうところで、それなりに働けはするかなと思うんですけど、このカードのね、残念なところは特に次世代機ですね、加速タイプが長いにならないっていうところですね。ここでね、フィジカルが84だったらね、嬉しかったんですけど、まあ、残念ながらこの数値がね、差額が2なんで、まあ、加速タイプが長いにならないですと。まあ、ペースが95あるんで、まあ、そんなに気にならない範囲かなとは思いますけど、ここがもしね、まあ長いにできる選手だったら、まあ、決定力に若干目をつむってでも使うべきカードかなというところではあったんですが、まあそこが残念ながらできないんで、まあちょっとね、割高、まあそんなに使う理由はどうなんかなという感じのカードになっているかなと思います。まあとはいえ、まあ今あの加速タイプ長いのストライカーの代表的な一人の、まあ、セルロートですね、もう決定力82でそれなりにやれてるってところを考えると、まあそこまで悪くはないカードなんじゃないかなとは思ってますね。まあいざ引いたら使うでしょう、クロスも高いしっていうところで、まあそうですね、 A ランクぐらいにしようかなと思います。次にハドソンオドイです。もともとは左のウィングの選手だったんですけど、左のウィングバック、あとサイドバックの選手になっています。ワークレートハイミド、スキルが4、逆足が3ですね。能力なんですが、まあ、このカード目標カードだからっていうところはあるんですけど、まあちょっと強みがなかなか見つけづらい選手になっているかなと思います。まあスプリント速度がもうちょっと高かったりしたらね、サイドバックで十分使えたと思うんですけど、まあ84だったらちょっと置いてかれちゃうかなっていうのはありますね。身長もね、そんなに高くないですし、まあそこまでこのカードを率先して使う理由はそんなにないんじゃないかなと思ってます。まあドリブルが高いんで運べるっていうところは嬉しいところではあると思うんですけど、まあスタミナも含めてそこまで使う理由はないカードかなっていう感じですね。まあそうですね、評価は C ランクにしようと思います。次にリース・ジェームスです。もともとは右サイドバックの選手だったんですけど、右のウィングとストライカーになっていまして、スキルがね、3から4になっています。能力なんですが、なんか元々のカードとは関係なく、純粋にストライカーとして強くなりましたよって感じですね。守備ががっつり削られた代わりに、シュートががっつり上がりましたよって感じのカードになっています。まあ、結果的に非常にストライカーとしてバランスのいい数値になっていまして、シュート力96っていうのも嬉しいところかなと思いますね。まあ、攻撃的な特性が全然ないっていうところと、まあ、あと加速タイプが長いにならないっていうのはちょっと残念かなとは思いますが、まあ、総合的に見て悪くはないカードかなとは思います。まあ、逆足さんも気になるところではあるんですけどね。まあ、なんで、そうですね、評価はまあ A ランク、B ランク、まあ、BA かなにしようと思います。次にマズラウィーです。もともとは右サイドバックのカードなんですけど、右のウィングの選手になっています。スキルが3から4になってますね。で、能力なんですが、ストライカーとして非常に純粋に強化されたかなというところで、攻撃ポジション97、あとはペース、決定力、ドリブル、まあ、それぞれ80後半というところは、嬉しいかなと思いますし、ワークレートが入ろうというところも相まって、非常に、まあ、抜け出しやすい、使いやすいカードになってるんじゃないかなという感じですね。普通に強いと思います。まあ、もうちょっとね、何か、まあ、ロングシュートとか、あと攻撃的な特性ですね。まあ、華麗な身の歌詞持ってるんで全然いいんですけど、まあ、この辺のね、もともとディフェンダーの選手がストライカーとかになった時に、やっぱ特性は気になるかなとは思いますね。まあ、悪くはない、普通にいいカードなんで、A 評価にしようと思います。次にペリシッチです。もともとは左のウィングのカードだったんですけど、今回ね、トップ下、あと右サイドバック、右のウィングできる非常にユーティリティの高い選手になっています。役割式とかスキル逆足変更なしですね。で、能力なんですが、このカードもね、もともとのカードから純粋に強化されているところもありまして、めちゃめちゃ総合力の高い選手になっています。どこでも使えるカードですね。トップ下でも使えるし、まあ前線でも全然使えるし、守備意識もしっかりあるんで中盤でも使えるしっていうところで、非常に使いやすいカードだと思います。
まあ華麗な身のこなし、アウトカーブついてますし、ってところで身長も186センチ、かなり大柄で、どこで使っても存在感を出せるカードなんじゃないかなと思ってますね。まあサイドバックで使うにはかなり贅沢なんですけど、まあ中盤の底とかね、まあツーブロとか使うのは、まあかなり攻撃力増していいんじゃないかなと思っています。かなり優秀ですね。まあ S ランクかなと思います。次にサラーです。もともとは右のウィングのカードなんですけど、今回は左のウィングと ST のカードになっています。逆足スキルとかワークレットとかは変更なしですね。で、能力なんですが、まあ、このカードは純粋にもともとのカードからほぼ全てプラス1、まあ、パスがプラス2かな、されているというところで、まあ、もともとの強さそのまんまに使えるというところで、まあ、これがストライカーの能力ですよと考えたら、めっちゃ強いかなと思います。まあ、地上戦最強ストライカーという感じですね。間違いなく活躍させられるかなと思います。まあ、140万とかっていう値段は明らかにおかしいなと思うんですけど、まあ、持っていたら絶対にスタメンに入れたいカードだと思いますんで、これは S ランクでいいと思います。次に、スソです。もともとは右のウィングのカードだったんですが、CM、あとトップ下と左ウィングができるっていうカードになっています。ワークレートがね、灰色から灰緑に変わっています。能力なんですが、まあ、全体的にそこまで悪くはないかなと、いいトップ下なんじゃないかなと思いますけど、まあ、あえて使うかって言われたらどうなんかなっていう感じではありますね。とはいえ、まあ、ペースもしっかりやって、視野88とか、まあ、パスもしっかりできて、ドリブル、まあ、コントロールドリブル90とか、悪いところはそこまでないっていうカードになっているかなと思います。まあ、トップ下なんですけど、シュート力、あと決定力が低いんで、あんまりロングシュート、特にまあアウトカーブのシュートが蹴れないっていうのは、まあ、若干気になるだろうなと思いますけど、悪くはない、まあ一番安いね、1万ぐらいで買えるカードなんで、まあ、全然悪くはない選択肢なんじゃないかなとは思っています。評価はそうですね、B ランクにしようと思います。最後に、イサーク・トゥーレです。もともとはセンターバックのカードなんですけど、ストライカーになっていまして、役割式がハイミド、スキルが3、逆足が4になっています。能力なんですが、元々のカードは何なんっていうぐらいのわけのわからないアップグレードをされているカードでして、まあ、ペース、シュート、ドリブル、フィジカル、それぞれめちゃめちゃアップグレードされています。加速タイプも長いですっていうところで、身長204センチの選手が、まあ、超高速で突進してくるっていう怖さをね、常に相手に与えられるカードになっています。で、このカードですね、204センチあるんですけど、ヘディングが49しかありませんっていう、まあ、それ、これまたわけわからんカードになっていまして、なんで、空中戦で勝てるんですけど、勝てないっていう、なんか、面白カードになっています。とはいえ、まあ、単純に地上戦で戦うっていうところをとっても普通に強いカードだと思いますし、まあ、空中でね、ボールを収めるっていうことは普通にできちゃうカードなんで、使う価値はあるカードかなと思います。評価はそうですね、A ランクにしようと思います。ここからは PS4 版向けの評価ですね、ちょっとしていきたいなと思っております。とはいえ、まあ変更はそこまでないかな。まあダンフリースをちょっと下げますかね。加速がやっぱ気になるかなというところと、あとはトゥーレですね。まあ、この選手は PS4 はではなかなか活躍させるのが難しいカードなんじゃないかなと思っています。まあ能力的にもあえて、まあ、加速80の選手は使わないでしょう。まあこれは C ランクに下げようかなと思います。それ以外の選手については、まあ、加速もしっかりありますし、中盤前線それぞれ活躍させられますんで、これでいいかなと思ってます。ということで、アウトオブポジションの選手評価ティアリスト、こんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。特にね、イサーク・トゥーレについては、僕まだちょっとね、使いこなせていないところはあるんですけど、もうちょっと使ってみてね、もしかしたら評価が改まるところもあるかもしれないんですけど、またね、来週のティアリストでスコア変更とかしていきたいなと思っております。今後も評価関連の解説動画の投稿ですとか、生配信も楽しくやっていきたいと思っております。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。